はい、どうも、ひこむです。大晦日です。本年は大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。で、大晦日なんでね、年越しそばを食べましょう。まあ、すでにね、オートバラ揚げようで食べてますけどね、しっかり大晦日にも食べていく。今回いただくのはこちらになります。創業明治17年、神田松屋特製柚子七味付き鶏南蛮そばです。鴨南蛮ではないんですね。このコシ、まるで店食感、素晴らしい、初めてな感じです。神田松屋創業以来130年以上、江戸前のそばの味を現代に継承する老舗の名店。これが美味しくなかったらちょっと信頼に関わりますよね。おそらく納得いくものを出してると思います。愛されてカップ麺化10年目。10年もやってるんだ。初めて見たんですけどね。そんでもってね、ちょっとこれだいぶ前に買ったんですよね。今はちょっとパッケージが違うみたいです。青っぽいです。カップ麺もね、時間経っちゃいけないんですけどね。撮影しようと思っていたら大晦日になってしまいました。でね、ちょうどいいかなと思って今回食べることになりました。では開けてみます。柚子七味、これは入れるかどうか分かれるところですね。まあ、とりあえずね、これだけでいってみましょう。パッケージからしてうまそうです。これ鶏肉ですね。で、ネギ、もう七味がかかってます。デホなのかな。で、開けます。おお、こんな感じです。非常に美味しそうです。ではお湯を入れます。5分なんでね、結構長いです。トク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 と。お、結構お湯使うね。お、危ない危ない。結構ギリギリでした。では蓋をして5分です。アラーム5分、 OK です。では5分待ちます。これ量も多そうですね。麺どれぐらい入ってるんだろう。麺 72g です。このタイプにしては結構多いと思います。たっぷり食べたいですからね。では5分経ちました。開けてみます。パラリンチョ、うん、いい感じ。これはまず間違いないですね。これが鶏肉です。非常に鶏肉してます。ではまずはこのままいってみます。第一印象としては甘いですね。ただ出汁が効いていてうまいです。確かにそばもコシありますね。確かにこれはうまい。歯ごたえがね、いい感じになります。このままでも十分美味しいんですけどね。せっかくなんで柚子七味を入れてみます。柚子七味、そういえばこの間行ったね、秋葉神社の町の唐辛子の出店でね、柚子ありました。では入れてみます。ちょっと大人な感じですよね。七味自体ちょっと大人っぽいのに、柚子が入るとさらに大人っぽいです。子供の頃は食べないですね。まあ、これぐらいでいいでしょう。ちょっと嗅いでみます。おお、柚子の香りがね、とてもいい。七味唐辛子入れましたけど、そんなに辛さは感じないです。鶏肉いってみます。ちょっと焦がしてるのかな。素晴らしいですね。これね、しっかりとね、味があります。続いてネギです。まあ、ネギはネギでしょう。しっかりネギの味を感じます。
スープがね、味わい深いです。おそらくね、この神田松屋さんのね、店主がね、何回も味見したんだと思います。うん、ごちそうさまでした。これはうまかったです。老舗松屋の名前を冠するだけあると思います。味も良いですけど、量が多いのがとても良いです。分かってるなという感じです。カップ麺としてはこれ上出来ですね。というわけで、今回いただいたのは創業明治17年、神田松屋鶏南蛮そばでした。うまかった。そんなわけでね、来年もよろしくお願いします。そばのように末永くよろしくお願いします。